皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo ニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの紹介です。まず、国内、雪の残るところは路面凍結に注意。そうですね。あの、こってんするにいっちゃいますからね。気をつけましょう。次、えー、犯罪被害者を 国間支援という法案を提出へ。そうですね。大事ですね。はい。被害者、一人で抱え込む方もいらっしゃいますからね。はい。いいことだと思います。次、霧島をなれる方の遺骨、引き取り拒,、ま、拒む遺族。はい。まあ、気持ちわかります。次、国際ニュースです。米軍 えー、イランに侵攻を深めている武装組織幹部を殺害とのことです。はいそうですね、まあ、テロに近い組織なんでね、テロ組織に近い組織なんでね、まあいいんじゃないですか、はい、アメリカ軍とイギリス軍が補、まあえー、調を取って作戦を進めています。これをなんとかしない限り、もうスエズ運河は渡れませんから。はいスウェーズ運河あれ 次イスラエルの、えー、イスラエルはハマスの休戦案を拒否とのことです。はい、イスラエルのバテニアフ首相、大丈夫ですかあのかなり不思議らしいんですけどね、はい、国民からも嫌われ、はい、いろんなところから嫌われ、それでもかたくなに自分の信念を通す。 なんか、北のどっかの国の大統領と似てますよね。はい、次、パキスタンで爆発、28人死亡。えー、これ、英語のニュースでやってたんですけど、選挙前なんですよね。はい。そうなんですよ。そうなんですよ。そういうのも関係してると思います。はい。次、経済ニュースです。えー、去年23年の 経常収支は20兆6295億円の黒字ですやったはい。<laughs> もうやったと言うしかないですよね、これは。はい。次。えー、商談中にノンアルコールビールサントリーの作。いいですね。僕はお茶出されるよりは、あ、けどノンアルコールビールは添加物が多いからな。 どうですかね、はい、僕、コーヒーでいいです。はい。そうですね。はい。次いきましょう。くら寿司のガチャ。絶妙な課金額。うまいですね、くら寿司ね。いや、おいに2つの意味ですよ。おいしいですし、あの商法がうまいですよね、本当ね。はい。次、えー。IT です。折りたたみ式の iPhone 開発中かということらしいんですが折りたたみですか私はあんまりそこに意味を見いださないんですよね何て言うんですか曲がっても壊れない iPhone が欲しい <laughs> はいはいボーンと落としてもぐにゃっと曲がってボーンと戻るみたいなそういう iPhone が欲しいですねはい折りたたむって開かなきゃいけないんでしょもうめんどくさって思っちゃいますけどね それで画面が大きくなるのは分かりますよ。だったら iPad を持てばいいじゃないですかって思っちゃうんですよね。はい。はい、次。ネット出願の不具合。業者の設定ミスだそうです。本当ね。まあ、IT の世界だけじゃないですけど、ミスするっていうのはね、プロとしてもう、なんというか、 その人も反省してるでしょうけどプロとしてどうかっていうぐらい思わないとやっぱり治りませんよみんながそう思わないとはい次えー、任天堂のスイッチ国内販売数1位にとはい文句ないでしょみんなそう思ってると思いますけどねはい次えー能登地震よく目立っている1階だけが消えた家 はい、基礎がなってないんですね。で2階は残っちゃってると。はい。そうですね。気をつけましょう、本当家を作るときは。しかも、木造が大体多いんですよね。はい。木造にこだわる方はね、大変ですよね。はい。昔は木造しかなかったから木造なんですよ。みんな木造が好きで、昔の方々は木造を建ててたわ,建ててたわけじゃないですから。はい。木造が素晴らしいっていう 考えを。まあ、危機対策としてはやめた方がいいでしょうね。はい、美観を保つといえば、鉄筋コンクリートで作って、そこにガンガン板張りはいいと思いますけどね。はい、私はそっちの方に反省。あ反省じゃない。賛成します。はい。次光秀の坂本城か地上で石垣発見。いいですね。僕歴史好きなんではい？まあ、光秀もね。 いろいろ考えがあってやったことでしょうからね。はい。下克上の世の中ですから、なんと言っても。はい。別に光秀のやったことに対して、まあ、個人的にどうのこうの点はないですよ。はい。次、流氷。あ、これ、昨日話しました。はい、次、エンタメです。原作より細い山崎健人、なぜリアルなのか。やっぱりあれですか 最近の時代劇の、ね、若者のお侍さんの格好のようにタオル入れてるんですか、やっぱりどうなんでしょうね。はい、次、えー、テイラー・スウィフトがライブで最近ライブ来ましたよね、こんばんはと日本語で話したら大歓声だそうです。まあ、いや気持ちは分かりますよ、あの1列目は15万円のテイラー・スウィフトのコンサートライブコンサート。はい まあ気持ちはすごく分かりますね。はい、次、何、えー、て読むんですか、これ。ヌルバーリッチ。年内をもって活動休止だそうです。はい。お疲れ様でした。はい。次、えー、スポーツです。またこんなことが起きました。ワリエワさんの薬物で、えー、失格。 デザートが原因だと主張していますだったらデザート控えなさいあなたフィギュアスケートの選手でしょはい次メッシ来日観客は満員の半数以下まあメッシね なんかやっぱり最盛期を終わった感がありますよね、なんかね、はい、そういう感じしますね、はいはい。で、メッシュってなんか、こう、他の選手と違って、なんていうか、トークがちょっとあれじゃないですか、た例えば名言とか残さないじゃないですか、だから、なんか他の選手と違ってこう、人間的にも尊敬みたいな感じがな。 あまりないですよねそういうのとか影響してると思いますけどね、はい、やっぱり人間的にも素晴らしいってなってカリスマ性が出てくるんだと思うんですけどね、はい、そうじゃない人はもう活躍技術的に活躍できなかったらもう終わりですよね、はい、次カタールがイラン破る連覇に王手、はい、これでカタール対イエメンということになりました 地理的に離れていてよかったと勝手に思っています。はい、<laughs> ということで、えー、今回の、えー、ニュースは以上となりますが、皆さんはどんなところに、えー、関心を持たれましたでしょうか。そうですね、今回は、うん、あやっぱりそうですね、イスラエルでハマスの休戦案を 拒否といいうイスラエルはい、首相、あのどっかの独裁者みたいにならないことを祈ります。もう次の選挙,選挙で落ちますからね。というか、次の選挙で落ちること前提でやっているような気もしますね、はいそれこそ。だからもう、ちょっと国連がなんか怒らないとだめなんじゃないですか、はい。バイデンさんも頑張ってください。 はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。